込み出しをザラッと読むだけで5秒で三国志が分かったような気分になれる0353、ゼロから三国、5秒で三国のコーナーです。今回のテーマは関羽千里侯です。関羽千里侯と読みます。千里行きでも千里行でもありません。三国志の武将の中でも随一の人気を誇る関羽の有名なエピソードですので、三国志初心者のあなたでもここをバッチリ押さえておけば三国志ファンの方をうならせることができるかもしれません。関羽は劉備の夫人と共に曹操に捕らわれた。200年、可否城を守っていた関羽は敵軍である曹操に生け捕りにされてしまいます。曹操はかねてより関羽のような優れた武将を配下に迎えたいと思っていたので大変厚遇します。関羽には義兄弟である劉備の元を離れるという選択肢はありませんが、曹操の関羽を上にも下にも置かないような待遇に恩義を覚えます。そこで曹操の元で戦って武功を立ててから義理を果たして劉備の元へ帰ろうと思います。曹操へ恩義を返してから別れを告げる。曹操 VS 袁紹という二大勢力の天下分け目の戦いである関との戦いの中で関羽は見事に武功を立てます。義理は果たしたということで曹操に別れを告げに行くと、曹操は面会謝絶と書いた札を入り口に下げて部屋に引きこもっています。関羽を手放したくない曹操の悪あがきなのだ。挨拶をしたら関羽が帰ってしまうと分かっていたからです。ちょっと可愛いですね。しかし関羽は曹操ってば可愛いんだからなどと言ってる場合ではなかったので、ドア越しに礼を尽くしてから手紙を残し、劉備の夫人を馬車に乗せ、自分は愛馬の関鳥羽にまたがり曹操の元を去ります。関羽は五関を突破する。曹操は関羽の忠義にあふれた態度に感心して、行かせてやろうと追っ手を出しませんでした。しかしながらここは義の勢力下です。通行手形を持たない関羽は関所を通ることができません。そこで目の前に立ちふさがる5つの関所を破って進むことになります。第一の関所、東霊館。関所を守っていた甲州を切り伏せで突破しました。第二の関所、洛陽。関羽は焼き図を追いながらも関所を守っていた関福を切り捨てて突破しました。第三の関所、汽水館。伏兵を見破り関所を守っていた弁慶を切り捨てて突破しました。第四の関所、慶陽。宿泊していた場所が火攻めに遭いそうになりますが、なんとか逃れ関所を守っていた王職を切り捨てて突破しました。第五の関所、甲賀。渡河を阻止しようとした新規を切り捨てて甲賀を渡りました。以上の5つの関所破りを関羽の五関突破と言います。最後に立ちふさがったのは花崗屯。5つの関所を破った関羽を最後に追ってきたのは曹操の腹心花崗屯です。5つの関所を破られた上、武将たちもバッサバッサと切り捨てられ、花崗屯の怒りは大変なものでした。関羽と花崗屯は刃を交えますが、なかなか決着がつきません。そこへ長領が駆けつけます。曹操のもうしょうがないよ、行かせてやろうという伝言を持ってきたのです。こうして花崗屯は矛を収め、関羽は無事に劉備のもとへ帰ることができました。この関羽が劉備のもとに帰るまでの逃避行を関羽千里侯と言います。